私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。今日はどなたのコンサートだったんですか？どんな時もキーアイナーを希望の光だったのでしょう？キーアイナーへの魂の結晶の一かけらが私の中でキラキラと輝き出したように感じられて、ピリオド。これが私です。私の愛情ですときっぱり、思いをずっと胸に秘めていたのですね。神戸コン夜の部。こんにちは、どなたのコンサートだったんですか？神戸国際会館前の信号手前で停車していたタクシーに乗り込むと、運転手さんに聞かれて、私は郡川清さんですと答えました。運転手さんは、ああそうでしたか。郡川清さん、すごいですよね。ずっと第一線で、本当に立派な方だと思います。でも、今年で活動をやめるとか？と、清さんの話題を続けたので、新神戸駅に着くまでの間、清さんのことで会話が弾みました。その中で、この日のコンサートでブローカーうんぬんの話題が出たことを私が話したからでしょうか。動くお金の桁が違うでしょうから、我々の想像もつかないような悩みや問題があるんでしょうね。一生懸命働いて利益を生んでも郡川さんに入ってくるのはきっと数パーセントでしょ？こんな人たちを儲けさせるためになんてやってられないと思うことがあっても当然ですよ。でも、ご家族や自分を応援してくれるファンがいるからやってこれたんじゃないですか。そうでなければ、20年以上も続けてこられなかったと思いますよ。と、私が話したことを省略して、運転手さんの言葉だけをまとめてみたので、運転手さんがそんなに清さんのことをご存知というわけではありません。だからこそ見えてきたものもあり、この時、私は改めて、あなたがいるから、を思い出していたのです。決してファンへの思いを美化したのではなくて、でごめんなさい。その素晴らしさゆえ、実は少しそう思っていたのですが、今はあの言葉のすべてが、キーアイナの飾らない心からの真実だと改めて思って、胸がいっぱいになったのです。運転手さんはさらにこんな風におっしゃいました。そんな郡川さんがお休みすると言うなら黙って見ていてあげるのが本当のファンじゃないでしょうかね。それで彼がまた歌うとなったら、心から応援する。その言葉を聞いて、ああそうか、私は黙って見ていたらいいんだと、天からの答えをいただいたように思えたのです。これまでキーアイナが何と戦ってきたのか、最近になって芸能の世界の、それもスター歌手だからこその様々な弊害のような出来事を知り、どれだけ歌うこと以外の煩わしいものがあったのかと、愕然としました。でもそのことを少しもファンに気取らせず、郡川清を守り抜いてくださってきたのですね。本当にどれだけの敵がいたのでしょう。2019年に20周年記念コンサートを成功させた時、25周年のことを一言もおっしゃらなかったキーアイナ。それまで5周年の時は10周年へのスタート、10周年の時はは15周年、15周年の時は20周年と置き換えておっしゃっていたのに、一言もおっしゃらず、青し、を郡川清の未来の歌として歌唱されました。翌2020年に全国ツアーとファンミーティングを各地で開催する予定になっていたことを思うと、2020年の1年をかけて全国のファンへ感謝の思いを伝えたら、その後は長い休暇を取るか、もしかしたら郡川清としての活動は休止するという予定だったのかもしれないと、勝手ながら思っています。それがコロナ災いでほぼ全ての公演とファンミーティングが延期を繰り返すことになりました。先の見えないコロナ災いで、キーアイナのやりたかったことをできる時にやってみようという思いが、捨て身とさえ思える限界突破を支えたのではないでしょうか。様々な反響、特に旧来のファンの離反は最初は心萎えるものがあったかもしれません。でも、淘汰され、今やコンサート会場にはキーアイナを心から愛する人たちだけが集まっているのです。そのことを今回の神戸国際会館国際ホールで強く感じて幸せな思いになったのでした。
なぜこんなことを書くのかというと、思えば少し前まではコンサートに来ていながら眉を潜めたり不満をつぶやいている人たちが少なからずいたのでした。私が感じるくらいなのですから、ステージに立つキーアイナオを客席のファンからもっと様々なことを感じて、時にはやっぱり傷ついていたのだろうなと今になって思うのです。今の自分を愛してくれる人たちがこんなにいるのだと今改めて思っておられるのではないでしょうか。さて、愛してくださるといえば、関わってくださった方たちにも愛されていますよね。キーアイナエのインスタグラムのストーリーズを見ていたら、ディナーショーを開催されたホテルニューオータニ大阪のスタッフのキオラーの皆さんが横断幕を作ってキーアイナエを見送りしてくださる様子がアップしていて、ジンときました。スタッフの皆さんにとってもどんな時もキーアイナエを希望の光だったのでしょう。冒頭に書いたタクシーの運転手さんとのやりとりで、キーアイナがお休みしている間黙って見ていたらいいんだと思えたことで見えてきたものがあり、心軽やかで幸せな一週間を過ごしていたのです。もちろん皆で集まったりキーアイナ会の催しをすることは考えているのですが、キーアイナに対してはキーアイナへの幸せを願って、キーアイナを信じて黙って見ていたらいいんだと私の取る態度が決まったのです。長々と前置き失礼しました。以下は神戸国際会館国際ホールでの夜の部のことを書いてみようと思います。昼の部のあと明石焼きを1パック食べてしまいました。いつも歌う前は食べないようにしているんですけど、誘惑に負けて1パック、何か腹が出てきてるみたい。ショー巨子のずんどこぶしを歌い終えてのオープニングトークから自然体のキーアイナを出した。神戸の海が見たかったので昨日から神戸に来ていました。海を見ていい声が出るように心をリフレッシュしてきました。このホールは大好きなんですけど、楽屋も素敵なんです。鏡の前の照明が蛍光灯なんですけど、とても綺麗なんです。そこまで話すと水前寺清子ですと突然水前寺さんの真似を。ショー水前寺さん大好きなんです。良い方ですよ。から和田アキ子です。今度は和田さんの真似をされ、腹割って話すと良い方です。自分肩着的にはアメリカ人なのかな。先に言っちゃうから、まあこの仕事には必要なことですけどね。先月45歳になりました。あっという間の歌の道、のんびり歌いたいなって思っていたけど忙しくなって。歌というのは一曲の主人公になりきるんですよね。歌の主人公のよく見せるのが歌い手の仕事です。これから歌う母について、個人的な思いですが、母が22歳くらいの時に自分を身ごもったんですけど、あまり身体の調子が良くなかったんです。それでお医者さんに、できればこの子供は諦めた方がいいって言われたんですって。でも母は自分はどうなってもいいから産みたいって、それで生まれてきたのが自分で、こんなわけのわからないもんが生まれてきました。まあわけのわからないもんだから芸能の仕事していますけどね。ショー和のコーナーで白雲の城から一気に6曲歌われると、司会の西より東さんも登場され、マックコーナーになりました。客席のボードに書かれたメッセージを声に出して読んでくださいました。キーアイナ大好き、美の神様と心のこもったボードばかり、その中に絶対に戻ってきてねというものがあったのですが、そのメッセージには、生きていたら戻ってきますと即答されたのです。これまで並大抵のことではやってこられませんでした。一見気が弱そうに見えるかもしれないけど、根本は負けん気が強いんです。歌手を辞める方もいらっしゃいますけど、そこにはメディアには出ない事情があったりします。ファンの方のためにこの命を捧げるという思いも大事なんだけど、それだけになってしまうとそれでバランスを崩すんだと思うようになりました。人間って弱いですからね。から自分はスタッフには恵まれています。上の人はどうかわからないけど、チームキーアイナオを素晴らしいです。23年この仕事をやってると、
いろんな人、ブローカーとか入ってきて、人間、失います。わけのわからない人が入ってきて、お金持ってちゃって、何やれ？西寄さんに詰め寄るように話されると、だからこの世界の汚いところも全部見てきた。スタッフにも悪いのが入ってきて、自分の城の中にね、湧いてきたこともありました。キーアイナが溜まっていた毒を吐くようにそんな話題をされるたび、それをこれまでファンに気取らせず、芸能界のダークな部分とは無縁と思わせてくれたのも、キーアイナの慈愛上だったのだと感じて、胸がいっぱいになるのです。ここでグリコのアーモンドピークの話題を西寄さんがされ、すごい売れ行きで問い合わせだけでもものすごいんだそうです。と、すると、その言葉を受けて、アーモンドときな粉とごまを混ぜたドリンクを飲みます。グリコのアーモンド効果も飲んでいます。アーモンドは老化防止になるんですよ。母も70歳になりたくない。年取りたくない。おばあさんになりたくないって言ってます。母は先日入院したのですが、今は退院しています。昭和27年生まれで、今69歳です。こっちは1年があっという間に過ぎるけど、あの方たち、両親はずっと家にいるでしょ。博多座公演の時も入院していたんですけど、コロナ災いで面会にも行かれなかったんです。でも実家には父が一人でいたので、父のためにご飯作っていました。そうしないと菓子パンばっかり食べているから、この有り余る母性。でも誰かのためにしてると元気が出てくるんです。介護の仕事している人もそうなんでしょうか。おむつ替えたり下のお世話するの大変だと思うんです。でも人のためだと頑張れるのかなって。父がまだ60代の頃にはお前がそんな仕事してるからって言われたこともありましたけど、今は悪くなっています。そんな気合い何？博多座公演の時に整えられてよかったですね。そう西寄さんがおっしゃると、従前はないんだなって、吸収して出すことが大事かなって、でもの腫れ物ところ嫌わずって言うでしょ。だからバランスが大事です。心と身体のバランスを整えて違和感をなくすということが大事。で、皆さん、診察料500円いただきます。得意満面のキーアイナに、皆さんにはチケットをお求めいただいているんですから、と西寄さん、小、チーム HK の皆さんを紹介されると、マスクを子供用のものと間違えて購入した話題を西寄さんがされたので、マスク自分も子供用と気づかずに買うことありますよ。あと、階段ずりこけたり、おっちょこちょいでおてんばなところがあります。と、公衆道を歌う前に MV の話題をされ、あの時地元の方にお団子いただいたんですけど、それがとっても美味しかったんです。それで、このお団子はどこのですか？って聞いたら、コンビニで売ってる山崎のですって。でもそのやりとりがまた楽しかったし、お団子も美味しかったんですよ。そう結ばれました。夜の部でも紫のドレスで紫の単語、生まれてきたら愛すればいいを歌われると、そのまま題名限界突破×サバイバーを昼の部で初お披露目されているので、よりアクティブに歌われていて自由度が深まって自由奔放な歌声に酔いしれたのです。と、なぜかキーアイナが右手でドレスの後ろを押さえたのです。舞台の上手袖のスタッフに取れちゃった。とおっしゃったでしょうか？どうもドレスの裾が外れてしまったみたいと気づいたものの、なおも激しく歌い踊るキーアイナに、ドレスの構造がわかっていないこともあり、裾が取れてしまったらどうするの？と思い切りドキドキさせられたのでした。アンコールでのトークで友人の平原綾香さんの舞台を見に行ったことをお話しされました。人の公演も時々見に行くんですよ、勉強になるから。北斗の拳のミュージカル版でアーヤがユリア役やっていたんです。アーヤはお父さんを亡くしたから少しでも励ましたいと思って、自分も親が大事だから親に楽させたいと思って頑張ってきたから、親にお前がこの世に生まれてきてよかったと思ってほしいですよね、
いつか別れの時が来るから。だから悔いのないように無理はしないで大事にしたいですね。また You are you を作った思いについて、子供の頃敏感で喋らない子でした。だから10代の頃は一人も友達がいませんでした。そういうことあんまり言わない方がいいっていう人もいるかもしれないけど、話すことで救われる子もいるかなと思うから話します。小学生の時はいじめられていました。子供は残酷だからちょっと毛色の違う子に容赦ない。蹴ったり殴られたりされて、あんたなんか死んだ方がいいって言われ続けていました。だから母が友達でした。言いたいことを言う自分に、ファンの方は氷川きよしが自分の理想の人になってほしいと思ってるかもしれないけど、そんなこと知りません。すみません。でもこれが私です。私の愛情です。言論戦には言論戦でやっていかないとって思います。不特定多数の人が目にするところに悪口や誹謗中傷を書き込んではいけないんです。それで死んだ人もいるから。すいません。急にきつめになって。でも今までこらえてきました。そこまで熱く語られると、裏表のない人間でありたいからとおっしゃっていたでしょうか。少し曖昧でごめんなさい。でも、そういう思いを感じたのです。青しお光に包まれて歌い後半の音プラララをファルセットで歌われると地声での歌唱となり、最後の最後で再び透き通った高音で音符ハム、ピリオド、とハミングをされました。地声、ファルセット、そしてハミングのバランスが絶妙で、だからこそ結びのハミングの響きがこの世ならぬ美しいものに思えたのです。キーアイナイの魂の結晶の一かけらが私の中でキラキラと輝き出したように感じられて、ピリオド。それはこうしてその時のことを書いている今も変わらず輝いています。皆様お時間いただきましたが、ようやく書きたかったことが書けたかなと思います。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。